デニズガムセイ・エルギュベンは、トルコ・フランスの映画監督である、裸足の季節で、長編監督デビューした。トルコのアンカラで生まれ、1980年代に、フランスに移住する。フェメスに通い、2008年に卒業する。2011年、エルギュベンは、自身のプロジェクト、ザ・キングスを進めるために、カンヌ国際映画祭のアトリエに参加した。そこで彼女は、 博士と私の危険な関係の企画を進めていたアリス・ウィンクールと知り合う。エルギベン自身の映画の資金集めには失敗したものの、親密となったウィンクールと共に、裸足の季節の脚本を共同執筆することとなる。長編デビュー作、裸足の季節は第68回カンヌ国際映画祭の監督週間で初演され、ヨーロッパシネマラベル賞を獲得した。さらには、 第40回トロント国際映画祭で上映され、第88回アカデミー賞外国語映画賞にフランス代表作としてノミネートされた。2016年5月、エルギュベンは第2作マイサンシャインの制作を発表した。主演はハルベリーであり、1992年のロサンゼルスボードを描いた作品である。ワールドプレミアは2017年9月13日に、 第42回トロント国際映画祭で行われたが、批評家の反応はかんばしくなかった。2016年6月、エルギュベンは映画芸術科学アカデミーの監督枠会員に招待された。エルギュベンは、裸足の季節の撮影中に妊娠し、2015年2月11日に男児を出産した。ありがとうございます。